元気ですか？セブンスデーアドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。今回のお話は自立と依存です。河合駿先生の心の処方箋という著書の中に次のような記事が載っていました。幼稚園の子供で言葉がよく話せないということで、母親がその子を連れてこられた。話を聞いてみると、母親は子供の自立を考えて自分から距離を置いて子供を育てたとのこと。寝る時も一人で寝かせるようにした。初めのうちは泣いていたが、やがて泣かなくなり、親戚の人たちからも感心されていたというのだ。筆者はこの子の自立について、それは見せかけの自立で本当の自立ではない、そこから言葉の障害が生じているのではないかと判断しました。母親が子供の接近を許しますと、子供は今までの分を取り返すかのように母親に甘えてきました。その中で徐々に言葉の発達が見えてきたのです。自立とは十分な依存の裏打ちがあってこそ、そこから生まれ出てくるものらしいのです。そもそも私たちは誰かや何かに依存しながら生かされています。たくさんの方々のお助けの中で生かされています。まあそう考えますと、自立とは自分がどれほど多くの人や物に依存しているかを自覚して感謝して生きることなのかもしれません。新約聖書ローマ人への手紙11章の35節36節からの言葉、誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。すべてのものは神から出て神によって保たれ神に向かっているのです。私たちはとかく自分が何かをしたからこのようになったと思いがちですが、しかしそれらは皆神様に感謝すべきことなのかもしれません。最後までメッセージをお聞きいただきありがとうございます。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。